東京シティ競馬メイントゥインクルレース、メインレースを迎えました第11競走、3歳ダート頂上決戦、農林水産大臣商店第21回ジャパンダートダービー G12000m、 今年の出走は14頭、馬場状態やや重の発表です。JRA から7頭、地方多地区高知から1頭参戦、高知から参戦の南陽おぼろ月、ゲートに収まって14頭、枠入り完了、スタートしました。ほぼ揃ったスタート、注目の先行ポジション争い、東京ダービー馬光オーソ出ていきますが、並んでくる3番ロードグラディオ、さらには8番のサクセッサー、これを見ながら14番南陽おぼろ月が4番手、この圏内内に5番デルマヌーブル、そして前を見ながら12番クリソベリル、6番手にポジションを取りました。内から迫って6番トイガー、これから1コーナー、中段13番ウィンターフェル、そのうち11番堂々霧島、外目には10番デアフルーグ、後方の一角1番グリードパルク、9番のメスキータ、4番ミューチャリー、後ろから2投目、7番ホワイトヘッド最後方です。向こう上面残り 1200m を通過、先頭は2番の光要素抜け出しました、1馬身ぐらいのリード、2番手8番サクセッサー、3番手控えました3番のロードグラディオ、その後ろに5番のデルマルーブル、前が少しずつペースを上げていきますか、内を通って6番トイガー、さらには14番南陽おぼろ月、その後ろにオレンジの帽子2頭、内が堂々霧島、外がクリソベリル、後ろにマークするような形、10番のデアフルーグ、それから13番ウィンターフェル、1番グリードパルフェ続いて、これから3コーナー、9番メスキータ後ろから3頭目、その後ろに4番ミューチャリー、最後方7番ホワイトヘッドで変わりません、600を切りました。先頭は2番の光豪走、リード1馬身半から2馬身、2番手8番のサクセッサー、上がってきたのが5番のデルマルーブル、デルマルーブルが早めに押し上げてくる、その後ろにクリソベリル、デアフルーグ迫って直線に向きました、逃げる2番の光王素先頭、光王素先頭ですが一気にトラーにかかる5番のデルマルーブル、その後ろからは差を詰める12番クリソベリル、そして13番のウィンターフェル迫ってきた、外からクリソベリル一気に捉えて先頭に変わった、デルマルーブル2番手、外からウィンターフェル、そしてミューチャリーが追い込んできた、2番手争い混戦、しかし先頭はクリソベリル、ゴリ4戦4勝、父ゴールドアリュール、そして兄クリソライトに続いてジャパンダートダービー制覇なりました、12番クリソベリル、圧倒的人気に応えて抜け出しました。勝ったのは12番クリソベリル、2番手争い最後混戦、5番デルマルーブル、4番ミューチャリー、13番ウィンターフェル、3頭広がった2番手3番手の争い、その後ろに2番光王素、6番のトイガー、5番手争い、大井競馬第11競走、今日のメインレース、農林水産大臣商店第21回ジャパンダートダービー G1、 12番クリソベリルが鮮やか抜け出しました。最後は後続を突き放してデビュー4戦4勝でジャパンダートダービー制覇、川田優学士、そしておとなし秀隆調教師のコンビ、クリソベリル第21回ジャパンダートダービーを制しました。2番手争い3頭広がって混戦、2番手大勢有利、5番デルマルーブルとお伝えいたします。勝ち時計2分6秒1、上がり4ハロン51秒5、3ハロン38秒6、お買い求めの勝ち馬投票券着順払い戻し金確定までお捨てになりませんようにお願いいたします。お客様に機種変更のお知らせをいたします。大井競馬第12レース9番ウッドランズ号の西啓太騎手56キロは疾病のため大木かける騎手53キロに変更になりましたのでご承知ください。大井競馬第12レース9番ウッドランズ号の西啓太騎手56キロは疾病のため
大木かける機種53キロに変更になりましたのでご承知ください。